東京ディズニーランドに今来てます。で今までねワールドタイムでなんでこれを避けてきたかっていうと、やっぱりワールドタイムってもともとやっぱりこういうディズニーとか有名なところじゃなく、やっぱりこうローカル的なねところ、千葉県のまた違う魅力を、そうマイナーなとこね、そうそう千葉県のやっぱり違う魅力をみんなに知ってもらえたために始めたんですけど、今日はついにですね聖域に来ちゃいました。まあ今日は特別ですよね。今日は特別にちょっとフィナーレのショーもあるということですので、ね、夜の一日ディズニーランド楽しむっていう感じではなくね、そう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 ショーのために今日来たって感じです。これは今から感動しています。まあ、こういうねちょっとね時間が遅い時間帯にも入れる、まあ、これもやっぱり千葉県民の発見です。そうね、はい、全然途中から入っても気にならない。そうです、千葉県に住みたくなりましたか。なりました。じゃあそれではですね皆さんこの後ね住民票、じゃあディズニーランド行きましょうか。行こうか。じゃあね、はいはい。ご覧のスポンサーとその他のスポンサーはいません。2人は千葉県の誇りでもある東京ディズニーリゾートの東京ディズニーランドへ、もちろん説明不要のテーマパーク東京ディズニーランドは7つのエリアがあります。今回はあるショーがラストになるということなので、その見納めにやってきました。地味だな。ディズニーランド来ました。地味けてのこれでいいんですか。うん、撮ったから。はい、あ、じゃ あのディズニーランド新しくなりましたガイドマップ、そしてこちらがトゥデイです。はい、あのディズニーランドね、ミッキーとプルートで、ですのでね、はい、ちょっとね、おっさんがすごいうろうろしてる。じゃちょっと行きましょう。行きましょう、行きましょう。ただいまですね、3時ちょうどの回ですね、あのハピネスイズヒアやっております。東京ディズニーランド30周年の記念パレードハピネスイズヒア。しかしこのハピネスイズヒアは2018年で東京ディズニーリゾートが35周年を迎えるため2018年の4月9日で公演を終了してしまいます。4月15日から新しいパレードドリーミングアップがスタート予定となります。35周年が楽しみですね。慣れていたからです。しかし不思議なことにスティッチはリロの家族の一員になってからいい声と変わっていきました。これしかない。スティッチエンカウンターはスティッチ。モニターステーションに訪れたゲストはシアター内のスクリーンに映されたスティッチとリアルタイムで更新を体験できるシアタータイプのアトラクション。スティッチどうしたの。スティッチ迷子。みんなあーわーはー。あーどうも。あ、ちょっと待って、知ってる人いる。あっち一番後ろ。あ、そうだ、宇宙刑務所川本三人車のスピード違反で捕まった。コンピューター証拠見せて。川本。じゃあ全員一緒に名前言って、せーの、中川です。中川、宇宙で
で一番いい名前。中川、友達と遊ぶの好き？はい、好き好き、はい、一番。村田、はい、音楽好き？好きです。好き一番。高部、高部、何色好き？茶。ガンティから最新番組。川本、なんでそっから黙ってる？川本。川本のこと信じる。川本のこと信じる。川本のこと信じる。まつげが長いもん。ちょっと外国人版ね。なんかマイケルジャクソンみたいな顔してる。